高石ともやは日本のフォークシンガー。代表作は受験生ブルース。1960年代後半の日本のフォークソングの創世期以来、現代に至るまで歌い続けている。また、マラソンランナーとしても活躍。本名はシリーシともなり、京都市在住。1960年代後半、全国各地でメッセージフォークを歌い、 受験生ブルースなどの話題作も発表。1970年代に入り、ブルーグラスやトラディショナルフォーク、日本の民謡などを歌い始める。ザナターシャーセブンとして活動のほかよいよい、山コンサートを始める。使用する楽器は、ギター、フィドル、バンジョー、ハーモニカ、オートハープ、ベース、ドブロギター、マンドリン、トロンボーン、ボーランと多彩。 TV では1980年代 NHK の番組北陸東海において高氏が東海北陸7県を旅する高石ともやの味な旅に出演していたを経て川島英語へと引き継がれているランナーとしても活躍し国内外のマラソンやトライアスロンの大会にも数多く参加しているホノルルマラソンには第5回の1977年の初参加以来 毎年連続出場している。また、日本初のトライアスロン大会にて優勝を飾っている。他、トランスアメリカフットレースの第2回大会に参加し、日本人初の完走者となっている。1967年結婚。和目一男あり。琵琶湖ジョギングコンサートを27年続けている。2012年7月、これから先20年走るために、 強作症の手術を受ける。手術は40歳の時の胆石の手術以来で2回目。2回とも北山治の勧めで手術することになった。1941年12月9日、北海道空地管内の宇流群宇流町に生まれる。家業は鮮魚店。北海道滝川高等学校卒業後、1960年に立教大学文学部日本文学科に入学。 学費を稼ぐため、新潟県赤倉スキー場や玉ヶ崎で土木作業員、屋台のラーメン屋などをやりつつ、ピート・シーガーやボブ・ディランラの歌を訳し、フォークソングを歌い始める。1966年7月の大阪 YMCA キャンプで初めて人前で歌い、1966年9月19日の大阪ローンフォークソング愛好会のコンサートが初ステージ。 1966年10月10日、アートプロモーション主催のコンサート、第2回フォークフォークフォークに飛び入りで参加し、ここで、畑正明に見出される。畑は、高石を自宅に居候させ、マネジメントとプロモーションを始めた。1966年11月頃より、高石智也の名で活動を開始。各地の労働組合や、学校のイベント、漏音、反戦集会。 などに出演し、社会運動の支援者や進化を増やしていくかのように、高石とフォークソングを日本各地に広めていった。また、1966年12月20日、シングル、カゴノトリブルースでレコードデビュー。1967年4月28日、最初の高石ともやリサイタルを毎日ホールで開催する。同年7月29日、京都、 高尾での第一回フォークキャンプに参加。1967年9月、旗は高市音楽事務所を開設。より本格的に高市のマネジメントを行う。また、イベントやコンサートの企画や、開催、新たなアーティストの発掘を始めた。この高市事務所には、岡林信康、五つの赤い風船、中川五郎ら、関西フォーク人のほか 東京で活動していた高田渡る、遠藤健二、ジャックスも所属し、その中心人物であった高石は、フォークソング、関西フォーク、アングラフォークの元祖、そ、騎手などとも呼ばれるようになる。ボブ・ディランのノースカントリーブルースに中川五郎が受験生を題材にした替え歌を載せて、中川自身のコンサートで歌っていた受験生ブルースに高石が新たな曲をつけて、 高井氏もコンサートで取り上げた。高井氏の受験生ブルースが1968年2月25日にレコード化されると累計で90万枚の大ヒット。広く名が知られるようになる。しかし、1969年12月7日の冬民コンサートを最後に一旦音楽活動を停止する。この背景には過度なイベントやコンサートに追われ、また、 反戦活動、学生運動と共にあった、メッセージフォークを歌う者としての存在への疲弊感があったと言われる。そして高石事務所も、1970年1月1日に音楽者と社名を変更する。高石は、フォークソングの原点を探し始める。1969年12月16日、福井県お入郡那田省村に移り住み、年が明けた1月7日、 一人アメリカへと渡る。アメリカを旅をする中、自然を基盤とした生活に目覚める。同年5月17日に、帰国の後、音楽活動を再開。ブルーグラスやトラディショナルフォーク、日本の民謡、あるいは自身の生活を歌い、特に野外でのコンサート活動を中心として、全国各地を回り始める。1971年1月30日に、 バックステップカントリーバンドを結成。同年2月28日にザナターシャーセブンと改名する。ザナターシャーセブンとしての活動は1984年頃まで続いた。また、1973年から a 六スケラと始めたヨイヨイ山コンサートは京都の夏の風物詩となった。1977年からはヒューマンズーに参加。 なたしょうには1982年まで住み、その後は京都市に移る。しかしスタイルは変わらず、今もフォークソングを歌い続けている。1982年のホテルニュージャパンの火災で、ザナターシャーセブンを陰で支えた、坂木原宇太郎が死去し、心通で引退も考えたという。高石智也とザナターシャーセブン名義の作品は、ザナターシャーセブンを参照。ありがとうございます。